いやでもなー、いやでもなー、でもいい、そのさ、回線問題でもさ、うんだかんだ言われたわけよ。やっぱ LAN ケーブルも2つ必要になるわけじゃん、パソコンが2つってことは。で、LAN ケーブル2つもさせるとこないってなって、あ、じゃあなんかハブっていうその分配器っていうのを買ってこないとダメだねってなって、いやそれは一応持ってはいるんだけど、それ使うとめちゃくちゃ回線速度が遅くなるんだよねっていう話をして、え、それはその機械がいけないんじゃないのっていう話をしつつ、でもスイちゃんはその電気屋さん行って、その電気屋さんの店員さんにどれが一番最強ですかって聞いて、最強のやつを買ったのよ、最強のやつを。そしたらダメだったから、でルーターは買ったんだよ、ルーターは買ったの、ルーターは全然買ったんだけど、なんかちょっとね、そもそもの根本をその指摘されて、何かと言いますと、まあこれと、ちょ、スイちゃんもこれの見方よくわかんないんだけど、何なのか、おっそおっそ引く、いやいやいやうーん、ダウンロードが遅い配信者の回線環境じゃありませんって言われたいやでも今さ、その普通に配信できてるじゃん、普通にできてるじゃん、困んないんじゃない、別にこれでも困んないんじゃない、そんなことない、これじゃ配信できないな。いや、でも、できてるんですよ、今。なんで配信できてるのかわからないレベル。Mac の Wi-Fi 使ってんの。いや、そう、なんか、ポケット Wi-Fi の方がまだマシみたいなことも言われた。ガチ？ゲームできないんじゃない？いや、でもさ、前のうちもこんぐらいだったの、スイちゃん。だから、なんか、これでさ、Apex 配信とかしてたわけよ、スイちゃんは。これで。やってたからよく配信できてるね。そうなの、うん、ゲームやばそう。いやでもラグいなってなったことはそんなにないんだよな。それは使ってるケーブルとかが古いんじゃなくて、 LAN ケーブルのこと。 LAN ケーブルね、めちゃめちゃ最近買いましたね。1年以内くらいに買ったやつだよ。 PC クッソ熱くなら、 PC クッソ熱くなる、え、これ関係あんの。ということで、まあ、回線がゴミかすっていう話ね。引っ越しして、訪れた問題点、その2ね。2PC ができないその1、回線がやばいその2。もうね、だってめんどくさい。どうしたらいいのか。まずは、お家に、もちろん賃貸でございますから、お家に穴を開けてもよろしゅうございましょうかっていうお話を、しに行かないといけないわけじゃん。待って、その前に、どこの回線業者と、契約するかを考えないといけないじゃん。で、その回線業者に穴開けねえとダメですかっていう確認をせにゃならんやんか。で、そこから、穴開けるか開けないか決まって、なんか、もういろいろめんどくさいわけよ。めんどくさい。もういっそ家建てよう。もう引っ越すか。引っ越すか、ちょっともうやめるか、こんな反響してるし。歌えるか、こんなんで本当に。じゃあ今ラストできないってこと。いや、ラストはできるだろう。ラストは多分できますよ、普通に。ただちょっとスイちゃん配線をミスって HDMI が届かなくて、もう一個のモニターの HDMI がパソコンまで、今ちょっとディスプレイが1個しか繋がってない。